フィラデルフィア・イブニング・ブレティン市場で1909年1月に報告されたジャージー・デビルのズ・ジャージー・デビルは、米国ニュージャージー州一帯で古くから報告されている馬。リーズ・ポイントの悪魔、またはリーズ家の悪魔とも呼ばれる。体長1から1.8メートルほど、馬、羊、または鹿に似た顔で、真っ赤な目を持つ。胴体は黒っぽい毛で覆われており、 背中にはコウモリを思わせる翼が生えており、空を飛ぶ。尻には細長い尾がある。路上や建物の屋根に、馬のひずめのような足跡を残す。伝説によれば、1735年、道州南部のパインバレンズに住んでいたリーズ家の母親が13番目の子を出産する際に、大変な難産であったため、こんなに苦しませる子なら、悪魔が生まれてくればいいと、 冗談で言ったところ、ようやく生まれた13番目の子供は、母親の腕の中で、突如怪物へと変身し、そのまま天井を突き破り飛び去ったという。これ以外にも、多くの遺説が存在する。この、リーズ家の母親は、デボラリーズという実在の人物で、少なくとも12人の子供がいた記録が残っている。1778年、スティーブン・リケーター海軍大将が、 砲弾テストを行うため、ハノーバー鉄工所を訪問している際遭遇。発砲したところ、弾は翼幕を貫通したがそのままどこかへ消えたという。1820年代に、元スペイン国王、ジョゼフ・ボナパルトがニュージャージーの辞書で目撃した。1909年1月16日から1月23日の8日間には、目撃事件が集中発生し、 出没地域は30以上にも上った。この時は都市部でも目撃され、フィラデルフィアなどでも大騒ぎになった。21日には市街電車が襲撃されたため武装した警備員が出動する事態となった。また、この騒動に際して目撃証言が西海岸側のカリフォルニア州にまで及んだり、カンガルーに最高を施し見せ物として公表した例もある。 1980年ニュージャージー州南部に現れ、家畜を襲い、この際にも馬のひずめに似た足跡を残した。1993年12月には、ニュージャージー州の自然公園管理者、ジョン・アーウィンが森のパトロール中に日本足で立つ怪物に遭遇した。最近では2007年、2008年にも目撃情報がある。その正体としては、などが挙げられている。 ドキュメンツリレーティングツーザコロニアルヒストリーオブザステートオブニュージャージーファーストセールボリューム XXX エドエーハンドレンハニーマン1918キャラハンジョーン・アールエマージング・バイオロジカル・スレッツエーレファレンスガイド ABC クリオ p 84 https コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドットコムスラッシュブックス ID イコール4 kg シサンティンクック ピコグラムイコール PA84 ありがとうございます。